はい、皆さん、こんばんは。ラリホンです。さあ、今回もね、みんなの投稿で今の動画見ていこうと思います。明けおめ生息地、ロボ配達。初めて聞いたよ。ロボ配達って。大丈夫か？ねえ、ヒットポイントは、10と。え？なんか、今までね、見たことがない、生息地のなんか、パターンな気がするけど。はい。あー、これ、あれやね、浮くやつやろ？え、もしかしてこれで、このなんか迷路みたいなステージを移動するってこと？そんなん可能なんか？おいパッと見これ絵面やべえぞ。マシュウ君もう使ってるやん。半身浴とかじゃないやん。もうそれもうマグマに使ってるから。え、なにこれ？これ操作できるやな。面白い。なんかもう別ゲーじゃんこれ。すごい重要だけど、ちゃんとなんかサスケ的な感じでちゃんとなんか障害物があるんだ。しかも、どっちもね、無表情で、ね、無反応なんかおもろいな。サスケじゃんもう、こんなん。いや、どんどん、ちょっとどんどん難易度が上がっていく。マグマの大きさもね、上がっていって。絶対主力使ってるよな。さっきも完全に使ってたし、主力は絶対ダメージ負ってるんだよな。これどうなんの？え？しかもロボットが死ぬんかよ。意味はわかんねえよ。わかんねえし、勝ったと思ったら結局顔がブサイクで負けるし。みんなごめん。もう一本見ていい？もしかして俺だけめっちゃおもろいって思ったんの？てかさっきから思っとったんやけど、あの BGM がね、あの配信者更新なんですよ、これ。大丈夫これ。どうすんのこれ。どうするぞこれ。じゃあ著作権かかったら。さあ、来るぞ。2回目の。さあ、今回はなんかマグマ率高いね。まあ、今回も多分シュルクさんマグマ使っていくと思うけど、どうなんや？前回とは違ってちょっとあの迷路感が増えてるな。さっきはなんか紹介物多かったけど。シュルクー！今判決焼けた。今判決。足のかかとが、かかと焼けた今。ロボットも若干焼けてる。どうなってんだよ。当たり判定がすごい。わかるね。この動画を見ると。わかるわ。シュルクってケツに判定ないみたいわ。うん。僕は。いやいやいや、何がセーフなんかわかんない。何がセーフや、何がアウトだ今の。あ、それはしっかり受けるんだ。いや、今もう完全にアウトな場所何個かあったけどね。もう実際これ無敵だろ絶対これ。主力今全身いったよ。怖いわ。なんなんこれ。これもう見た目だけ抜けてんのは実はもう、あ、もう無敵だわこいつら。うん、もう頭使ってるもん。これどうすんのゴール。もうゴール、え、だからどこに配達してんの。そもそも誰が主力を求めてんだよ。野町さんかな。どうや次の。あ、もう完璧。もう完璧や、顔面。衝撃ラリホン。それは移動しちゃダメ。何？移動してあかんって。移動する何かがある。テリー？カズヤか？あ、なんかこのば、え？な、え？なんか見覚えある。え？なんか見覚えある、これ。それはちょっとずるいわ。飛び道具なっちゃってるやん。パワーゲイザーが。パワーゲイザー飛び道具だったらもうバカバカやねこれ。もう一回見よう。これなんか見覚えあると思ったら、あれはガノンの魔人剣の判定が伸びるみたいな昔動画にしたけど、まあ、それの応用別キャラ版ってことで、あんな遠いよこれ届くの。めちゃくちゃやわ。いやー、もうやっちゃいましょう。桜井さん、もうパワーゲイザー飛び道具にしましょう。うん、魔人剣もついでにね飛び道具にしてもらって、なんか波動拳みたいな感じでね出そう。魔人剣とか跳躍して生息し全自動。さあ、全自動生息してことで、さあ、ダークサムさん使ってたよ。今日なんかマグマに使われて多いな。もう思いっきり使ってましたけどね。もう、あ、もうそっか、もう、全自動なんだ。え？すげえ、俺が一番みんなすごいと思うの、あの、CPU の復帰のルート熟知して、すごいいいところにタル置いてある。コンピューター決まった動きしか知らんからさ、なんか、こういう状況って。それ熟知してたわ。もうそっちしか見てなかった。正直ライホン、何も悪くないよ。3分ステージ、まあ要するに3分で作った接続詞ということで、フィットレが今浮いてましたね。なんだこのステージ、なにこれ、なんだマグマどうやってんだあれ。まあ、わけがわかんないよ、わけがわかんない。俺かちゃん15分で明けおめ接続詞。さあ15分で、先ほどは3分やったけど15分でどんだけね、まあ人は違いますが15分でどれだけクオリティが変わるのかというね。いいね。さっきのコンボじゃなかったもんな、そもそも。でも15分あったらこんなすごいいい連携作れるんだ。なかなかそのさ、あの敵の動きとか、
考えてそういうワープとか設置するの大変と思うけど、15分でできるよねこんなんね。ステージ限定激墜演出かっこネタ、じゃネタやとしてもちょっと気になるね。ステージの激墜演出ってナチュレが喋ってますね。なんかね、全 999% っていう、なんでかなんたら爆弾、うわっ、え、こういう仕様あんの？いや全然さ、こういうなんか通常ステージとかで遊ばへんもんで分からないんだけど、え、何この、そ、なんでガノン負けたの、理不尽じゃん。この動画はフィクションです。なんか編集したんかな。え、なんかありそう、本当になんか、面白い。はい、というわけでね、みんなの動画を見ていきましたが、ここは洗濯機の中らしいです、マジで。洗濯機の中ステージらしくて、あのマリオとピーチが見てるっていう感じらしい。すげえすげえ。あ、ここだ、ここ立ちたいなー。うん、このマリオのちょっと帽子の上立てたいわ。中、見えなくない？あの、ま、すげえな、これ。ちゃんと動いてるの、リアルで。すげえ。あ、入れるわ。今日ね、あの、下の裏にね、俺、口内炎できちゃって、すごい痛くて、喋りづらくて、ちょっと、滑舌が悪いシーンが多かった。まあ、普段通りかもしれませんけど、あの、ちょっと喋りづらかったのは、ちょっと聞き取りづらかったら、まあ、ごめんってことで。まあ、字幕はね、いつも通りつけてるんで、まあまあ。わかるとは思うけど、うん、字幕なかったら俺のチャンネルかなり、あの、結構古代文字ぐらい難読なね、あの動画なんで、まあもうそこのとこもね、まあ頑張っていきたい。今年の目標ちょっともうちょっと滑舌ね、良くしたいから、なんかいいトレーニング方法教えてください。はい、皆さん、シャッカザキ TV です。ちょっと今回告知をね、挟みたいと思っていて、まあ、画面にあるように、PNG ラジオという、レイディオかな？ちょっとわかんないけど、PNG のラジオ番組をすることになりまして、まあ、PNG って何って方は、一応僕が所属している、まあ、チームで、まあ、スマブラ部門に僕所属させてもらっていて、あの、まさしさんとか、野町さんとかが一緒にね、あの、スマブラ部門でいるんですけど、まあ、この3人で、ラジオをしようじゃないかっていう感じで、まあ、本当に明日、水曜日の夜、何時だ？夜9時半から、まあ、第1回やっていきますので、まあ、ラジオとか、まあ、なんか雑談とか、まあ、興味がある方はね、まあ、この3人共通して好きな人とかはね、本当にもうチェックしてほしいんですが、まあ、チャンネルではね、あの、PNG のチャンネルでするのですが、あの、そのチャンネルは概要欄に貼っておくので、まあ、今後ともね、まあ、PNG でラジオだったり、まあ、動画とか、まあ、別ゲームをね、3人で遊んでみたいとか多分ね、投稿されると思うんで、ちょっとぜひね、うん、僕のスマブラ以外とかね、野町さん、まさしさんの、まあ、スマブラ以外のそういう側面見たいなって方は、ぜひね、興味ある方は概要欄のね、PNG チャンネルの登録と通知ボタンね、よろしくお願いします。ちょっと普通にね、ちょっと楽しみですが、まあ、うまくいくのかなというちょっとなんか不安もありますけど、まあ、ちょっと、まあ、何回も言いますけどね、今年は挑戦なんで、やりますわ、僕。よろしく。